まだ壊れない。足元気ぃつけや。当たらないんだよね。地震あった？震度1もしかして揺れたか気づかなかったんですけど。はい、チュンチュン。あー四天王と言ってもこの程度ですか。あーずるいずるい、こんなんかなわんやん。そりゃそうなのよね。ごめんな。負けたこっちがスカッとすると気持ちいい勝負なんやもん。出た、顔面ぐちゃぐちゃにしてやるからな、てめえ。舐めた口聞いたガキだよな。もう認めてるくらいポケモン強いんやでん。あららら、ポピーのポケモンもとても強いと思いますけど、どっちが強いんやろな。こいつ四天王なんだ。ポピーのがすごいのです。よーし、ボコボコにしてあげるからね。涙でぐちゃぐちゃにしてあげるからね、その顔。せっかくの二次試験ですけど、お姉ちゃんはここでバイバイ。ポピーのポケモンちゃんみんなカッチカチですので、やばい攻撃なんてへっちゃらモヘモヘなんですの。俺のキノコとどっちが硬いか勝負しようか。まずいか。ステルスロック、気色悪い技を使うな。正々堂々と勝負しろよ。ヘビーボンバー、身代わりが消えた。だがしかし小さくなるを一回積んではいる。大丈夫だ、避けろ。身代わり発動。ヘビーボンバー、これか。自分が相手より重いほど威力が上がる。小さくなるは裏仕様で使うとヘビーボンバーが必中になる、受けるダメージが倍になる。キモすぎる。モロバレルの体重調べよう。 10.5キロ。 10.5キロ。キモいよねの気合のたすきで HP1 は絶対残る。でこいつの胞子にかけよう。胞子だったら毒や麻痺、眠り状態にすることがある。ステルスロックあるからたすき無理。もう絶対こいつ俺のパーティー見てるじゃん。キモすぎるんだけど。俺対策してるやん。だってお前さっきの俺とさっきのやつの対戦絶対見てるよな。ガチでキモいなお前。もう守るしかないやんこんなの。頼む、耐えてくれ。耐えろ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 、耐えてくれ耐えてくれ。尖った岩が食い込んだ、めっちゃ食い込んでる。やっばい、あぶねえ。ナイスナイス、タイありがとうございます。回復します。おい 10pp のはずだろ、もうそろそろ。よし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 、肝粘りにして今食い込むじゃん。関係ないんだよね。胞子来ちゃー。この間に当てないで出して修行のし直しです。これで多分一撃がなくなる。防御が上がって特防が上がって、で小さくなる。こいつあれか、キモいからちょっと断り崩していいか。世界のちょっとこいつはね、俺の激励に触れてしまったよ。お前もしかしてもうステルスロックしかないんじゃないの。ちょっとじゃれつくもとうとう枯れ果てたか。成長、そしてこれで仕上げだ。最後の成長。
6回目。ギガドレイン。よし、やっと一体か。聞きます。ウフフフ。効果は抜群だ。まあでもこれで無傷ってこと。こいつに何分かかったんだ。体感30分くらいこいつと戦ってたような気がするぞ。チルタリス、ヒナードです。根を張ってじっくり見ときましょう。ヒナード観察日記3日目。まだ元気そう。ヒナード観察日記4日目。苦しそう。なんか今コースティックの気持ちが分かったような気がするわ。エーペックスでさ、どこだっけ、キングスキャニオンのど真ん中でさ、扉の上でさ待ってるやついるじゃん。で閉じ込めて妹のなんかコーヒーみたいな飲むのやって、なんか毒ガスウルトをなんか中に投げてさ、あれやる人ってこういう気分なんだろうな。